Hair growth is regulated by hormonal changes in the body, especially male and female hormones. These hormones can affect not only how much growth, but whether growth stops and no new hair grows. However, if not, what would become of hair without male and female hormones? This is I, Hiroshi Hayashi, reckon that it is one of the reasons why they don't have hair since they are asexual. One of the examples we see in the families of King Toots, they had all bald heads. 一般に髪の毛の発育にはホルモン特に男性ホルモンと女性ホルモンが大きく影響していると言われていますがもしそのホルモンがなかったら髪の毛はどうなるのでしょうか私林弘氏はエイリアンには髪の毛がない理由の一つとしてそもそもそのホルモンがないからではないかと考えていますつまり、 私たちが神々と呼ぶエイリアンは無性えつまりそもそも男とか女とかいうホルモンがないからですその一例がスタンカーメン家族ということになります彼らは皆ハゲ頭でした広し林浜祭りジャパン Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the Egyptian gods in ancient times, Egyptian gods who came from Sirius, and it's my pleasure that I can show you the fact with evidence. A Isis Anderson writes as follows As the bright star of Isis shone briefly before mingling her light with her divine grandfather Ra, the god of the sun, Great joy and 古代エジプトの最高神といえば、イシスということになります。その夫がオシリス。オシリスは兄弟の裏切りにより殺されます。で、その息子のホルスが仇を取ります。 イシスとオシリスの大恋愛女児物語はこうして生まれますが、ラーの目、あるいはホルスの目とも言われています。あのシンボルマークの目の下の線は、イシスの涙が流れる様子を表現したものと言われています。で、ホルスですが、頭が鳥で表現されるので、蝶頭、つまり鳥頭人間と誤解されやすいですが、まあ実際そうであったかどうかは別としてですね、 頭にすっぽる、すっぽりかぶる、鳥の頭をしているオーバーロールヘルメットも見つかっています。古代エジプトでは神々はオリオン座のどこかの星から来たということになっていますが、実はシリウスからでした。そのことをこのビデオの中で証拠を添えて証明します。古代エジプトの神々はオリオンからではなくシリウスからだったのです。 もっともオリオンとシリウスは言うなれば隣同士、意思的に区別することはできません。それはともかくも、まずシリウスと古代エジプトの神々の名前を比較してみてください。それぞれの神々がシリウスという名前の一部を取ったり、並び替えたりしているのがわかります。私も若い頃、ミノというペンネームを使っていました。生まれ故郷が岐阜県の ミノシだったからです。まあそうしたこだわりがあるわけですね。で、シンシア・イシス・アンダーサンさんの冒頭の文を訳していましたので、どうかお読みください。 で、昨日、アフリカのドゴン族の謎についてのビデオを作りました。驚くべき謎を秘めていました。ドゴン族はシリウスが三重の、つまり三連星であることを知っていたのみならず、その光天周期も五十日と正確に知っていました。さらに太陽系についても、例えば木星には和、冠があること、 そしてさらには木星の衛星についても詳しく知っていました。ドゴン族自身も昔シリウスから来たインストラクターシンがですね、神がですね、そうした事実を教えてくれたと言い伝えています。こうした事実、つまりシリウスが三連星であるなどといったことはですね、人間が近年になって初めてしたことです。で、そのドゴン族の残したアーティファクトには 明らかにエイリアンと、あるいはエイリアンを思わせるものがあります。で、これが今、皆さんにご覧いただいているのが、そうしたその文章な、文章ということになるわけですね。で、それについて、まあ一部、詳しくはこの続くビデオの中で紹介しますが、ドゴン族とシリウスの不思議な関係という一部分を皆さんに紹介します。で、シリウスは最も、まあ天空でですね、明るい星であると。 で、それが二重生、ま、二連生ですね、正しくは。三連生であることが分かったのは、1920年以後なんですね。三連生と分かったのは、極めて近年です。で、ドゴン族はなぜ、こうした事実を知っていたか、ということなんですね。で、ドゴン族によれば、インストラクターガーズ、指導教官がというんですかね。シリウスから降りてきて、まあ、その知恵を、知識をドゴン族に与えたというのですね。 つまり、現代科学が知る前に、ドゴン族はその事実を遥か昔に知っていたということなんです。で、それを具体的に示したのはこの図ということになります。 まあ、月のように衛星がまた衛星を持っているというふうにしてぐるぐる回っている。左がドゴン族の天空のシリウスの模式図です。右が現在の科学で分かっているシリウスの模式図ですね。そして50日周期に元に戻るのだ、戻るのだそうです。まあ、こうしてですね、ドゴン族の残した文書と、それから現代科学の、まあ、で分かった実とがですね、こうして一致した。すなわち、ドゴン族が迎えたところのそのエイリアンというのはシリウスから来た エイリアンであることには間違いないということ、こういう形で証明されていくわけですね。あれえない偶然。すなわち、そこにはエイリアン、私たちが ET と呼ぶエイリアンの介在があったということになるわけです。で、これがドゴン族が残している、いわゆるまあアーティファクトになるんですけども、この右のアーティファクトですね。で、皆さんをカルナックナイルへと案内いたします。ここがドゴンです。 で、そこから3900キロほど離れたところに、エジプトのナイル川沿いにカルナックがあります。冒頭に挙げました、イシスシンの本拠地ですね。で、これがカルナックですけども、古い写真が手に入りました。で、ここに壮大な、まあ、寺院が建っているわけですけども、このカルナックは皆さんご存知のスタンカーメンの、まあ、買って住んでいた寺院ということになります。 で、この、スタンカーメンについてですね、キャプテン最近新しい情報が入りましたので、まあ、それを簡単に説明いたします。これは、まあ、つですね。キング・ツタンカーメン。で、新しい事実というのはですね、実は、ツタンカーメンの母親の、まあ、いわゆるその、正体が分かったということですよね。で、それをこれから説明しますが、この、まあ、 ミイランが見つかったことにより DN 鑑定がまあ済んで、そしてその結果として今まで従来の説をひっくり返す説が浮かび上がってきました。なあち、三、えー、ンカーメンの、はですね、えー、一組の祖父をしか持っていなかったということです。それを簡単に説明しますと、これがア、アメン、ホテップ3っていうんですかね。そしてみんなですね、おばあちゃんです。クイーンティアです。そしてアクヘナティン、お父さんが生まれますね。そしてこの、 お父さんの、ま、兄弟に6人の姉妹がいるわけです。その中の一人がネフェルティティであり、もう一人、名前わかりませんけど、右のヤングレーディっていうふうに名前付けられている女性がいるわけですね。そのアクヘネテンとヤングレーディの間に生まれたのがスタン・カーメンであり、そしてネフェルティティとアクヘネテンの間に生まれたのがメリタテンということになるわけです。今まであの、いわゆるその、 ツタンカーメンのお母さんは分からなくてですね、人間であったという説が有力でした。で、これ、ツタンカーメンの6人のおばさんということになるんですね。すなわち、右にいるのがツタンカーメンのお母さん。そして、一番左にいるのが、ネフェルティティですね。あの、ツタンカーメンの次の、まあ、妻にもなり、 まあ、メディタテンの母親にもなるというわけです。で、これがキサンカーメンですけども、ま、もう一度その、まあ、そうなってきますと、どれがね、あの、どの人っていうことは分からなくなってくるわけですね。みんな頭が大きいということでですね、今まではメディタテンか、あるいはね、フェルティティかというふうに今言われていたんですけども、このように、まあ、ずっと並んでまあともかくも大切なことはあ、お父さんのですね悪、悪変な天の兄弟がみんな姉妹はこういう頭をしていたい,いうことですよね。 そこが重要なんです。そういうことでこの、その中の一つの像ですね。まあ、おばかもしれませんし、ひょっとしたら、ネフェルティディかもしれませんし、あるいは、メディタテンかもしれません。その顔とですね、えー、ドゴン族に残っているこのアーティファクトの顔と比較してみてください。全く同じであることに気がつく、気くんですね。で、皆さん自身で、まあ、判断していただきたんですけども、ここが今日のポイントということになります。で、比較してみますと、まあ、後頭部の方へ頭が長いと。 そして耳があると。で、これはですね、別、あの、後で申し上げますけども、別の謎を解く鍵になりました。で、口、頭がへらベったくて、そして後ろの方に長いですね。後頭部の方に長いってことです。顎のコンセプトも大変よく似ています。なあち、えぇ、ー、楽で見つかったこの像と、そして、えー、ドゴン族に残っているアーティファクトがこうして一致したということですね。で、結論をもう一度簡単に説明しますと、ここが重要ですから、えー、イシスを。 お、オシリス、そして、ホルスと、まあ、いるわけですけども、ホルスはこれはオーバーロールヘルメット被っていた、何か理由があってね、被っていたのだろうと思います。で、この、いわゆるその、アイロブあー、ホルスの目がですね、これは涙を流しているイシスを表していると、私はそういうふうに考えます。えー、そしてですね、まあ、もう一度言いますと、イシス、オシリス、そしてホルスの名前をこうして並べています。そして、中央に、えー、シリウスの、 シリウスを置いて、シリウスという、まあ、スペリングと並べています。そのスペリングそのものをね、あの、並べて比較するのはちょっと危険なことですけどもね。というのは、あの、時代によってスペリングが違っているはずですからね。まあ、ともかくも、シリウスの部分的な一部分を取ってですね、そして文字を並び替えたりして、この上の三人の神々の名前が決まっているとい。まあ、こうしてまあ、これ偶然の位置と言うべきなのか、その、まあ、スレスレのところでね、偶然の位はちょっと言い難いんじゃないかと思います。そして、ドゴン族の話に、 いきますけども、ドゴン族には、まあ、現在の科学でも、えー、やっと分かったようなことをすでに、ドゴン族は遠い昔に知っていて、そして彼らの神々がね、彼らが言うには、シリウスから来た神によって、まあ、教えられたということなんですね。その証拠の一部が、こうして今紹介されてるわけですけども、この表のですね、まあ、こうして、まあ、こうした、文章がですね、えー、 ティブツクツ、ティブクツという街だけでも1万枚以上見つかっているというんですね。左がドゴン族、そして右がですね、現在科学で分かったシリウスの運行の様子を表したものです。で、まあ、こうして比較してますとですね、本当によく似てると言いますか、三連星がですね、あの、回って、まあ、その、これはもう極めて高度なね、天文観測装置あるもってはかりですけど、天文、望遠鏡がないとわからないことなんですね。望遠鏡があってもわからないかもしれませんよ。そして、あ もう一つそこでエジプトに戻りますけども、これスタンカーメンですね。スタンカーメン家族ですとも、左の上がおじいちゃん、そして右がおばあちゃん、そしてお父さんのアクエネテンが生まれて、で、お母さんのネフェルティ。これはあの、あ 今度で、その最初のお母さん、がラヤングアレイディって書いてます。そのお母さんと、えー、アクエネテの間生まれた、生まれたのがチタンカーメンで、で、えー、アクテンとネフェルティーの間で生まれたのがメリタテンということになります。そしてこの真ん中にいるのがツタンカーメンの像ですけども、そして周りのおばちゃん、おばちゃんですね。おばちゃんたちと、あ、頭と比べてみますと、大変頭がよく似ていて、そして、特にこの右の上の、あの、像ですね。これと、ドゴン族に残っているアーティファクトと、まあ、形が一致したと、すなわち、えー、 まあ、簡単に言えば、ドゴン族が言うように、えー、アフリカに降り立った神はですね、シリウスから来たということになるわけです。まあ、こうした証拠はですね、ドゴン族のアーティファクトの中から見つかったということですね。そして、まあ、それでハイブリッド人間か混合しかそれはわかりませんけれども、できた人たちが三カーメン家族というふうに考えるのは、ごく自然なことだと思います。そして、このシリウスですね、上がシリウスです。で、そのシリウス、 彼らは、すなわち、シリウスから来た ET であるということに、まあ、私は結論付けます。で、もう一つの事実なんですけどもね、じゃあ、今までエジプトでは神々はオリオンから来たということになっていると言われてますね。特にあの、ピラミッドの並び方はオリオン座と同じだ、などという説もありますけどもね。じゃあ、オリオンとシリウスの関係ですけど、右上がオリオンで左下がシリウスです。いわゆるまあ、隣なんですね。ですから、そんなに離れていないということになるわけですね。そこでちょっと、 別の角度からですね、そのオリオンと、それからシリウスの関係と、それからピラミッドと、その、そのあたり、シリウスのあたり何かあるんじゃないのかなと思って調べてみたんですけども、見た感じ、何もありませんでした。で、右上がピラミッドの位置ですね。そしてまあ一応、オリオンの ま、位置にあると、あらあるあたりを調べていました。このような、まあ、何かしらの工事といいますか、発掘跡といいますか。これは何だるかわかりませんけども、まあ、これ現地に行って調べるのが一番いいわけですけども、ね、何か、こう、発掘の跡といいますかね、鉱山跡のようなものが、ここ、このあたりにあるということです。まあ、イコールこれがですね、オリオンの位置,と位置と位置するってわけでもありません。で、もう一つ結論を申し上げますと、左が、えー、カルナクで見つかった、まあ、像ですね。そして右がドゴンで見つかったアーティファクトです。で、これが一緒、同じであるということは、ドゴンの神様たちは、 てそして、まあ、人間が知れない知識を残していったということですね。そして、その、まあ、同じ頭を持った人がですね、えー、カルナクに現れた。そしがスタンカーメン家族だということになるわけです。それで、一つだけご注意しておきたいんですけど、ここでちょと謎が解けたんですね。これが、まあ、あの、メリタ展か、まあ、その、ワルズもアクヘナテンの、まあ、姉妹。 兄弟ってことになるんですけどもね。それと、右のですね、パラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨と比べてみますと、やはり,やりちょっと違うんですね、形がね。ですから、超等人間も2種類ある。なぜ超等になるかと言いますとですね、参道の大きさには限りがあるわけです。そして頭をね、どん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 大きくしようと思ったら、まあ、超党、長い頭になるしかないわけですね。まあ、人間の歯学へもやがて、長い頭になるだろうと言われています。というのはお母さん、母親側にね、参道に、まあ、限界があるもんですから。そしてですね、なぜこの頭は大きくなるかと言いますとですね、脳細胞っていうのは、あの、死滅しないんですね。死滅しないことによって、 子供の頃の性,格性質をですね、そのまま大人になっても残せるわけですですから脳細胞の数を多くすることがまあ、結局は長生きすればするほどまあ、長寿になればなるほど脳細胞の数を大きくするために長、えー、等になるしかないわけですねですから超等人間というのはある意味で知的、えー、生物の進化系だということにもなるわけですもちろん産党が大きくなればいいんですけどもこうしますとまた母親に対する負担が大きくなります,なりますからねということで続くビデオをどうかご覧になってください Thank you very much for watching n see you next time. Bye.